フランスカフカ隠れが前回の続きからですこの少年をご存知なのですねと警官がドラマル社に尋ねた嫌というほど十二分にね とドラマルシェが言った。昔その子にいろいろと親切を尽くしてやったんですが恩をあだで返し寄りましてなそれはあなたもこの子にほんのちょっとされた尋問でたやすく画展がゆくことと思いますがなるほど」と警官は言った「どうも強情な子のようですな」そうなんですよとドラマルシェが言った ですがそれはまだこの子の性質の一番悪い点ではないのでして「本当ですか?」と警官は驚いた「そうなんですよ」とドラマルシェは話を続けるとともにポケットの中に突っ込んだ両手でガウン全体を揺り動かしながら言った「これは実に抜け目のないやつなんです」 俺とあそこの車の中にいる俺の友人と2人で偶然にもこいつを悲惨な境遇から拾い上げてやったわけですが当時こいつはアメリカの事情についちゃからっきし見当もつかないくらいでしてねちょうどヨーロッパから来たばかりのところでヨーロッパでも使い物にならなかったんですなところで足手まといのこいつを引き連れて俺たちはこいつを俺たちの暮らしの仲間に入れてやり何から何まで説明してやって。 こいつに勤め口の世話までしてやろうとしたんです。あの頃はまだ俺たちもいろいろとそれを否定するような兆候がありながらもこいつを一人前の役に立つ人間に仕立て上げられるものと思い込んでいたわけですな。その矢先にこいつはあるよ姿を消してそれっきりずらかってしまったんですしかもそれが俺もむしろここでは黙っておきたいような不退事情のもとでね「おいどうだいそうじゃなかったかい?」。 と、ドラマルシェは最後に聞いてカールのワイシャツの袖口をつまんで引っ張った「子供たちはどいたどいた」と警官は叫んだ子供たちがずっと前に詰めかけていたのでドラマルシェが危うく一人の子につまずきかけたからだったその間にそれまではこの尋問の面白さを見くびっていた味方たちも次第に関心をそそられたのか カールの後ろで隙間もないほどわなりに集まっていたカールはこうなると一歩も下がることができないくらいであったおまけに全く意味のわからない多分スラブ語混じりかと思われる英語で話すというよりはがなり立てている味方たちの声が絶えず入り混じって耳に入ってくるのであるご教授に感謝します」と警官は言うと ドラマルシェに向かって敬礼した。「いずれにせよこの子を連れて行ってホテルオクシテンタルに返すように手配しましょう」ところがドラマルシェが言った「何でしたらこの子を差し当たり俺にお預け願えませんかこの子と兄さん解決すねばならんことがありますんでそれが済み次第俺の手で責任持ってこの子をホテルへ連れ戻しますが」 それは困ります。「と警官が言った」「ドラマルシェはこれゴ,ゴレの名刺ですが」と言って小さな名刺を警官に差し出した警官は尊敬の目でそれを見つめていたがやがて愛想笑いを見せながら言ったいやそれも無益です」 ガールはそれまでひどくドラマルシェを警戒していたが今はドラマルシェが唯一可能な救い手のように見えてきたなるほどドラマルシェが警官に対してこの自分を消耗している態度には何かうさんくさいものがあるがいずれにせよ相手の心を動かして自分をホテルに連れ戻さぬようにさせるためには警官よりもドラマルシェの方がずっと漁しやすいに違いない それにたとえドラマルシャの手で自分がホテルへ戻されたとしても警官に伴われるよりははるかにましであるとにかく差し当たっては無論自分が本当はドラマルシャのもとへ行きたがっていることをけ取られではならぬさもないと何もかもダメになってしまうそう考えて不安に駆られながらカールは自分を引っ捕らえるためにいつあげれるかもしられない警官の手を見つめていた。 本官としてもせめてこの子がどうして突然に解雇になったぐらいは聞いておかないといけないのだが。とついに警官が言ったドラマルシェの方は腹立たしげな顔をして脇へ目をそらしたまま指先の間で名刺をもみくちゃにしていた「いや何も解雇されちゃいませんぜ」とロビンソンが一同の意表をつくように叫んで。 運転手に取り繕いながら、できる限り車から上半身を乗り出した。それどころか、あそこでいい地位にいたんでさ。共同支援室じゃ一番の頭で、好き勝手に誰も連れ込んでもいい身分なんですぜ。ただべらぼうに忙しい体だから、その子から何かもらい物があっても、長い間待たなきゃならないだけさ。しょっちゅう給仕頭や料理主任のもとに出入りして、福審というわけさ。 解雇されただななんんてとんでもない。どうしてその子がそんなことを言い出したのか俺にはさっぱり下船解雇される道理がないじゃないか俺がホテルで重傷を負ったんでその子が俺を家へ運べという命令を受けたんだたまたま上着なしていたもんだから上着なして同乗してきたまでさその子が上着を取ってくるまで俺が待ちきれなかったもんだからするとどうなりますかな とドラマルシャは両腕を広げ警官に人を見る目がないのをなじるような口調で言ったこの彼の二言はロビンソンの発言の曖昧さにももはや反幕しえない明確さを与えたように思われたやはりそちらの方が本当ですかねと警官は早くもか細い声になって尋ねたもしそれが本当なら この少年はどうして解雇されたなどと申し立てたんでしょうなお前からじきじきに答えろとドラマルシェが言ったカールは我が身のことしか念頭にない未知の人たちの間に立って今や何度か解決せねばならぬ羽目になった警官をじっと見つめた警官一般の持つ苦慮というものがいくらかカールの方にも伝わってきた 彼は嘘をつきたた。くなかった両手を背後で固く組み合わせたまま立っていた門のところに監督らしい男が現れ味方たちを再び仕事に就かせる合図に手をたたいた味方たちはポットからそこに溜まっていた檻をぶちまけよろめく足取りで黙々と建物の中へ入っていったこれではキリがありませんな。 と警官が言ってカールの腕をつかもうとした。カールは思わず少し後ずさりしたその時ふと味方たちが引き上げたために遮るもののない空間が自分の背後に開かれているのを感じてくるりと向きを変えるとまず弾みをつけるためであろう二三度大股で飛んでからそのまま駆け出した子供たちが一斉に歓声を発して 小さな腕を伸ばしながら23歩彼について走ったそいつを捕まえろと警官はほとんど人気のない長い道を見下ろして叫んだそしてこの叫びを程合いよく発しながら優れた体力と鍛錬を示すようにカールの後を静かに追いかけていった追跡が労働社会で行われたことが カールの身にはもっけの幸いであった労働者は関係と反りが合わないカールは車道の真ん中を走っていたそこでは障害になるものが極めて少なかったからである時折歩道では労働者たちが立ち止まってはいたが警官が彼らに「そいつを捕まえろ」と叫びかけ走りながら 警官は懸命にも終始平らな歩道の上を走っていたひっきりなしに警棒をカールの方へ突き出していても彼らはただ静かに見守っているだけであったカールはほとんど期待していなかった横丁への交差点が目の前に近づいて警官がいきなり耳を漏するほどに呼び声を吹いた時はほとんど絶望しかけたくらいであった 横丁にはきっと警察パトロール隊もいるに違いないからであったカールの有利な点はただ身軽な服装だけであった彼は次第に下り坂になっている道をまっしぐらに飛んでいくというよりかむしろ転げ落ちていったただしばしば眠気のためにうっかりしていたのだろうあまりにも高く飛び上がっていたのは時間の浪費に過ぎなかった 無駄であったしかも警官の方は別に思案するまでもなく常に目標が目の前にあったそれに引き換えカールにとっては走ることはそもそも二次的問題であった彼は思案し様々な可能性の中で選び常に新たに決心せねばならなかったのである彼のいささか捨て鉢な方策は 差し詰め横丁を避けることであった。横丁には何が潜んでいるか知れなかったし、もしかするとまっすぐに交番へ駆け込むことにもなりかねなかったからである。彼はなるたけこの遠くまで見通しの聞く通りを離れまいと思った。道はようやく坂を下り切ったところが橋になっていて、橋はたもとのあたりだけしか見えず、その向こうは 霞ともつかぬもうけの中に隠れていたそう決心してからカールが最初の横丁の角をとりわけ急いで通り越すために全力を振り絞ってさらに素早くドぼうとした時だった前方のさして遠くないところで影になった家の暗い壁にぴったり体を押し付けて待ち伏せしながらいい頃合いを見て カールに飛びかかってやろうと構えている一人の警官の姿が目についたもうこうなっては横丁より他に助かる道はなかったその横丁から極めて悪意のない声で自分の名前が呼ばれたのを耳にしたが彼にはそれが最初は錯覚のように思われた走り出してからずっと耳鳴りがしていたからだった彼ももうためらってはいられなかった 彼はできうる限り警官たちの度肝を抜くためにぴょんぴょんと片足跳びをしながら直角に横丁へ曲がったガールが二飛びばかり行くか床かのうち彼は自分の名前を呼ばれたことを早くも忘れていたまたその時第二の警官も予備校を吹いたこの警官は明らかにまだ力を消耗していなかった この横丁の春が前方にいる通行人たちも速度を速めたようであったとある小さな家の戸口からいきなり一本の手がカールの方へ伸びて静かにと言いながら彼を小暗い土間へ引っ張り込んだそれはドラマルシャであったすっかり息を切らし頬をほてらして髪は首の周りにべったりへばりついている 彼はガウンを脇に抱えて着ているものといえばシャツとパンツだけであった。本来の表口ではなくて目立た,たぬ勝手口に過ぎなかったその戸口をドラマルシェはすぐに閉めて缶抜きをかけた。ちょっと待て。と彼は言うと頭を開けて壁にもたれ荒い息遣いをした。 カールは危うく倒れるところを彼の腕に支えられ、半ば意識を失って、彼の胸に顔を押し付けていった。ほら、あの連中が走っていくぞ。とドラマルシェは言って、耳をそば立てながら人差し指を戸口の方へ伸ばした。確かに二人の警官が今走りすぎて行くところであった。 彼らの足音が人気のない路地の中で鋼鉄が石に叩きつけられるように響いたそれにしてもひどく参ってるじゃないかとドラマルシェがカールに言ったカールはいまだに息が詰まって一言も物が言えなかったドラマルシェは注意深くカールを叩きの上に座らせ彼のそばにひざまずいて 行く度となく彼の頭を撫でながら彼の様子を見守った「もう大丈夫です」とカールは言い,いかろうじて立ち上がった「それじゃ行こう」と再びガンを身にまとっていたドラマルシェが言ったそしてまだ衰弱のあまりに頭をがくりと垂れたままのカールを前に押し立てていった 時折彼はカールを元気づけるためにカールの体を揺さぶった「お前は疲れたと言いたいんだろう?」とドラマルシェが言った「お前はそれでも古外を馬のように走れてよかったが俺の方はこんないまいしい通路や中庭をこっそり通り抜けなきゃならなかったんだぜ」「幸いこの俺も走りが得意だったからよかったんだ」 彼は得意げに手を大きく後ろへ引いてカールの背へ一撃をくれた時には警官とのあんな競争もいい訓練さ僕は走り始めた時からもう疲れていたのですとカールは言った下手な走り方をしておいて今更言い訳するやつがどこにあるかとドラムルシェが言った 俺がいなかったらお前はとっくに捕まっていたんだぞ。僕もそう思ってます。とカールは言った。本当にありがとうございます。知れたことよ。とドラマルシェが言った。二人は黒ずんだ滑らかな石を敷き詰めた長い狭い通路を抜けていた。 そこかしこの右手や左手で階段の上がり口が開いていたり他の一段と広い通路が見通せたりした大人たちの姿はほとんど見かけられず子供たちががらんとした階段の上で遊んでいたとある欄干のそばでは小さな女の子が立って泣いていたが涙のために顔中が光って見えたその子は ドラマルシェを見るや否や口を上げてあえぎながら階段を駆け上がって行き上の踊り場で何度も振り返ってから自分を追ってくるものや追ってきそうなものがいないのかを確かめるとやっと安心したようであったあの子をついさっき走っていく途中で突き倒してしまったんだとドラマルシェは笑いながら言った。 拳をを固めて女の子をどかした。すると女の子はわめきながらさらに階段を駆け上がっていった二人がよぎったいくつもの中庭もほとんど人の気配はなかったただ時折味方が二輪の手押し車を押していったり女がポンプを押して水差しに水を入れていたり 郵便配達夫がゆっくりした足取りで中庭を横切っているくらいであった真っ白い口ひげを豊かに蓄えた老人が一人入り口のガラス戸の前に足を組んで座りパイプをくゆらしていたとある運送店の前では積み荷の箱が下ろされ暇になった馬がのんびりと首を振り回していた 上っ張りををを着た一人ののの男が一枚の紙を手に、その作業全体を監視している。事務室の窓が開いていて事務机に座っていた使用人が机から目を離したまま思いにふけるように窓外のたまたまカールとドラマル社が通り過ぎる辺りを見合っていた。